2008年のロードレース世界選手権。2008年のロードレース世界選手権は、フィムロードレース世界選手権の第60回大会となる。開幕戦のカタール GP は、選手権史上初のナイトレースとなった。ルーキーのホルヘロ・レンソが、ポールポジションを獲得したが、レースを制したのは、ルカティのケーシー・ストーナーだった。 第2戦スペイン GP ではストーナーがマシントラブルに苦しんで11位に沈みダニペドロサがシーズン初勝利を遂げた第3戦ポルトガル GP ではポールポジションからスタートしたロレンソがまたグップクラス初勝利を果たす週末を通して雨となった第4戦中国 GP ではバレンティーノ・ロッシがシーズン初勝利続くフランス GP イタリア GP も制して3連勝を遂げた。対して、ストーナーも、第8戦イギリス GP からダッチ TT、ドイツ GP と3連勝を果たす。3戦とも、ポールポジションからスタートし、ファステストラップも記録する完全な勝利だった。シリーズチャンピオンは、この2人によって争われることになった。迎えた第11戦、ラグナセカで行われた、アメリカ GP は、 シーズンの大きなターニングポイントとなった。レース前の時点でのチャンピオン争いはストーナーが20ポイント差でロッシュを追いかけ状態となっていた。決勝ではポールポジションからスタートしたストーナーを1周目にロッシュがオーバーテイクする。レース中2人は激しいバトルを繰り広げるが24周目の最終コーナーでグラベル捕まったストーナーは転倒し、その後復帰したもののロッシに大きく、 差を開けられて2位に終わる。ストーナーは続く、チェコ GP、3割の GP でも点灯。一方のロッシは、ラグナセカからの連勝を果たすことになる。第14戦インディアナポリス GP は、インディアナ州に到達したハリケーンアイクの影響で、低温、風雨の中での決勝となった。ロッシと、元チャンピオンのニッキー・ヘイデンの優勝を争いとなったが、風が強くなったためレースは規定周回の2。 3歩道を経た時点で、ロッシがリードを保ったまま終了となった。2週間後の第15戦日本 GP、ロッシは自身6回目の最高峰クラスチャンピオンを自らの優勝で確定させた。第17戦マレーシア GP でもロッシは優勝、シーズン9勝を果たした。一方のストーナーは、地元オーストラリア GP と最終戦バレンシア GP に勝利し、 シーズン6勝を記録した。開幕戦では、ルーキーのマティアパシーニが、デビュー戦優勝の快挙を遂げた。また、シーズン序盤は、KTM をカルミカカリオが4戦中2勝3位2回と、強さを見せた。しかしその後は7戦連続表彰台に立ったマルコ、シモンチェリが猛追する。当初、シモンチェリには、カスタマー仕様のジレラ RSW250。 LE が預かられていたが、活躍が認められて、実質はアクスライダーに昇格。シーズン途中から、最新の RSA250 を借ることになった。一方の KTM のカリオは、シモンチェリラピアジオ勢のマシンの速さに歯が立たず、チャンピオン争いから脱落。代わって、アプリリアのアルバロ・バウティスタが第7戦、カタルニア GP から10戦連続で、アキラ台に立つ活躍を見せるが、 コンスタントに勝利を重ねるシモンチェリには追いつけず、残り2戦となったマレーシア GP で表彰台に立ったシモンチェリが初のシリーズチャンピオンに輝いた。前年度に上位の成績を収めた多くのライダーが 250cc クラスにステップアップする中、チャンピオンのガボール・タルマクシは 125cc クラスに残留することになった。シーズン開幕前、タルマクシのライバルとしては、 ブラッドリー・スミス、シモーネ・コルシ、マイク・ディメディオラが挙げられた。タルマク氏は、新しいマシンの信頼性に問題を抱え、序盤戦でつまずく。一方、コルシが、開幕6戦で3勝する活躍を見せ、チャンピオン争いに名乗りを上げた。しかし、ディメディオは、第12戦でリタイアするまで全戦完走、3勝を、挙げる、抜群の安定度でリードを奪い、 第15戦オーストラリア GP で4勝目を収めてシリーズチャンピオンに輝く。最終戦ではシリーズ2位をかけたバトルが展開されたが、タルマクシとステファンブラドルがリタイアする中、シーズン4勝目を収めたコルシがシリーズ2位を獲得した。2008年シーズンは8人もの勝者を生むことになった。タルマクシ、コルシ、ディメディオ、セルフィオガレア、 そして初優勝を遂げたのが、アンドレア・イアン・ローネ、ブラドル、ニコラス・テロル、スコット・レディングの4名だった。レディングは15歳と170日での初優勝となり、マルコメ・メランドリの持っていた、史上最年少優勝記録を更新した。またマシン面では、ピアジオグループ、アプリリア、デルビ、ジレラがシーズンを席巻し、KTM のマルク・マルケスが、 イギリス GP で3位に入ったのを除いて、すべての表彰台を独占することになった。2008年のグランプリカレンダーは2007年7月に発表された。後に、オーストラリア GP の開催予定日が、AFL グランドファイナルと重なっていたのを理由として、日本 GP との開催順を入れ替えることになった。他にもポルトガル GP とバレンシア GP の開催集が変更になっている。 上位15名のライダーにポイントが与えられる。ポイントの授与はレースを完走することが条件となる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。